話しがいうさぎのいい子ちゃんです。普段草とかを網で乾燥させてからいい子ちゃんに食べさせます。普段はこたつのテーブルに網を置いているのですが、夕食の時は網をどかさないといけません。どかして置いていたらいい子ちゃんがやってきて、今食べている最中です。どうやら食いしん坊のようですね。むしゃむしゃと食べています。基本餌は自由にいつでも食べれるようにしているので、ネザーランドのウサギですが、体重がネザーランドの体重よりも増えてしまって、もうネザーランドの血統症じゃないそうですね。ある一定の体重までをキープしているとネザーランドドワーフらしいんですけども、それよりも体重が超えてしまうとなんかもう血統症がなくなるみたいなことだったので、まあそれでもね、その自由に食べてもらってと思ったらですね、新聞を食べようとする時があるんですよね。今ちょうど新聞をですねポリポリとかじってるんですけども、やっぱりこの体に良くないですから、でちょっと気づいたので今新聞はどかします。で新聞で思い出したんですけども、昔テレビのリモコンのボタンがゴムでできていて、でそのリモコンをですね、こういう畳とかに置いていたら、次の朝全部ですねリモコンのゴムのボタンがいい子ちゃんにかじられてですね、なくなっていました。だからなくなっていて、もしかしたらその口の中に入れてちょっと食べてしまったとかいうのがあったのかもしれないんですけども、やはりああいうゴムとかのボタンとかっていうのは、特に放し飼いのウサギっていうのは、私たちが寝てる時何してるか分かりませんので、やはりかじられたり食べられたりしたらちょっと危険だなと思うものは、高いところに置いとくっていうのがいいのかなと思います。そうこうしているうちにいい子ちゃんがですね、本格的に網の中に入ってしまって、食べ始めました。もうね、食欲が本当に旺盛なんですよね。で基本 体調が悪い時はやっぱり体が当然冷たくなっているので、体中をですねマッサージ撫でてあげたりとかさすってあげたりとかして、早く良くなれじゃないですけども、私たちの家族の誰か一人がですねよく撫でてあげたりとか、そういうことをしています。リコちゃん美味しいですか？どうですか？すごいむしゃむしゃと食べてますよ、あなた。もう食べることに夢中で私が呼びかけてもスルーですね。私も食べていることでもすごい夢中になっている時は、話しかけられても一切聞こえないっていう時ありますから、人間でも動物でも同じなんでしょうね。無我夢中で食べると。いや、このまま引き続き食べてるんでしょうね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。